平野紫仕様、金プリ脱退後初のダンスで、脱アイドルの決意を示し、ファンを魅了。ダンスの驚異的なスキルとアーティストへの転身に注目。平野紫仕様が、金プリ脱退後初めてのダンス動画を公開し、そのパフォーマンスにファンが熱狂しています。8月27日。 平野は自身のインスタグラムに動画をアップロードし、ダンスの才能を改めて披露しました。この記事では、そのダンス動画に隠されたメッセージや、平野仕様のアイドルからアーティストへの転身について探求してみましょう。ダンスの驚異的なスキル。平野仕様は、キンプリ脱退からおよそ3ヶ月後に披露したダンスパフォーマンスで、 そのダンスの圧倒的なスキルを再び証明しました。彼は広いスタジオの中で一人で踊り、その足さばきの速さや上半身の安定感、そしてダンスのメリハリが賞賛されました。金プリ時代から一切衰えることのない、むしろ進化し続けるダンス技術にファンは大興奮しています。 このダンス動画は、平野耀と共に金プリを脱退し、滝沢秀明氏が立ち上げた、とべ、に参加した神宮寺ゆ太たさんによって撮影されました。両者のコラボレーションから生まれたダンスパフォーマンスは、ファンにとって待望の瞬間であり、SNS 上でも多くの声援が寄せられています。平野耀の、脱アイドルの意志。 このダンス動画には、平野耀の、脱アイドルへの意思が込められているようです。動画内で彼は、深めにこうむったキャップで顔を隠しており、その演出には深い意味があると多くのファンが指摘しています。アイドル時代から、平野耀は、顔ではなくダンスを見てほしいという強い信念を持っており、そのために特にキャップを深めに被ることを好んでいました。 ファッションにこだわり、そのスタイルは彼のダンスを引き立てる要素でした。彼のファンからも、 このスタイルに対する共感の声が多く寄せられており、その一部を引用すると、帽子かぶって顔を全面に出さずダンス見せてくれる感じ好き、ダボッとしたスウェット姿も顔ではなくダンスを見てほしいからと帽子を深く被るのもチラッと見えるお腹も綺麗のいいダンスも楽しそうに踊る姿も全てが私の大好きな平野志洋さんでした、といったコメントが寄せられています。 アーキストへの転身。平野耀は、ジャニーズ事務所を退所し、今後本格的にヒックホップ系のダンスに重点を置いたソロアーキストとして活動することが予想されています。彼のダンスへの情熱とアーキストとしての思考が、この動画を通じて再び明らかになりました。ジャニーズ事務所での活動は、顔で打ってなんぼ、の一面がありますが、平野耀は、 顔ではなくダンスを見てほしいという強いメッセージを発信し続けており、それが彼の脱退の一因とも言われています。2018年のデビュー以来、彼はダンスに青春を捧げ、アイドルグループのキンプリでもヒックホップなど多彩なジャンルの音楽を追求しました。今後はアーティストとしてダンサーとして新たなキャリアを切り開いていくことでしょう。結論。 平野の仕様の脱アイドルの意志とそのダンスへの情熱が彼の初のダンス動画を通じて明確に現れています。ファンは彼の新たなキャリアに期待を寄せ、彼がアーティストとしての道を歩んでいく様子を注目しています。彼のダンスが今後どのような進化を遂げ、どのような音楽活動を展開するのか、ますます楽しみです。